とも妖艶な出だし。そうですね。昨年までは可愛らしい表現が多かったんですが、はい、今年はぐっと大人っぽく女性らしくっていうのがテーマみたいですね。お母さんとも話し合って、この女性の持ついい色気というものを表に出そうということにしたということです。違う魅力を覗かせる、ね、全く違う女性を演じ分けてますね。19歳のセレブリアンスカヤです。どうですか大島さん。もう私を見てという感じですよね。まさに女王という感じですね。しかしこれだけの色気がありつつも下品にならないのがそうですね、セレブリアンスカヤの魅力です。やっぱりこの特にクラブの場合は落下という不安があると思うんですけども、はい、リボンがあるから集中力が大変いるんですよね。ですからその動きの繊細さと同様に逆の意味でのこうずぶとさというか、その神経も求められますよね、はい、選手は出る前に何度も何度もタオルで手の汗を拭うんですよね。さあ潜り回転2回転の後